働きやすい職場を作り、建設業界の人手不足の解消につなげようと、高知市の建設会社が協力企業を対象に働き方について考える交流会を開きました。交流会は高知市の三谷建設工業が主催し、協力関係にある建設会社などの社員らおよそ40人が参加しました。まず県の職員が育児や介護など働き方が限定される社員にも柔軟に対応することが人材確保にもつながると説明。その後、三谷建設工業の社員が自社の取り組みを紹介しました。三谷建設工業では社員が働きやすい職場作りとして日頃から感謝の気持ちを伝え合うことを大切にしたり、現場の状況を幹部社員同士で共有し改善に向かう議論をしたりしているということです。尊敬しているようなこととかをなかなか日頃、ね、仕事している中でそういうことを、機会がないと言えることがないので、まあ、そういうのをこう社内の教育制度としてやっていくというところは、はい、役に立つというかやってみようかなと思いました。はい、働き方改革の取り組み方っていうのは、まあ、会社によってそれぞれだと思いますので、今回こう得られた情報をもとに何か一つでも社内で取り組んでいただければ非常に嬉しいなと思っております。建設業界では人手不足が大きな課題となっていて、三谷建設工業は今後もこうした交流会を開き人材確保につなげていきたい考えです。